2021年4月12日、松山英樹選手が日本人として初めてマスターズで優勝し、日本だけでなく世界中から称賛されましたが、もう一人注目されたのが松山英樹選手の専属キャディー早藤翔太さんです。なぜ早藤キャディーが世界の人々から注目されることになったのでしょうか。それはホールアウト後に早藤キャディーが行ったある行為のためでした。それというのも、最終18番ホール、松山選手がウィニングパットを決め、観客の盛大な拍手とスタンディングオベーションで祝福される中、松山選手と早藤キャディーは勝利の抱擁を交わします。その後、松山選手はクラブハウスの方へ進み、栄光のビクトリーロードを歩いていきます。松山選手を出迎える多くの観客が祝福の言葉をかけながら、次々とグータッチを交わしていきました。それとは対照的に、早藤キャディーは誰もいなくなった18番ホールのグリーンへ向かい、ピンを元に戻し、コースに向かって脱帽一礼したのです。たまたま外国メディアが撮影したこのシーンは、アメリカの大手メディアの CBS や ESPN が SNS で紹介したところ、瞬く間に拡散し、世界中から称賛の声が上がったというわけです。この動画では、そんな早藤キャディーってどんな人なのか少し触れていきます。早藤翔太、1993年10月7日生まれの27歳。中学高校ともに早藤さんの出身校は松山選手と同じ高知県の明徳義塾です。早藤さんがゴルフを始めたのは13歳からということなので、中学へ入学してから半年後の10月あたりということになります。少し遅い方かもしれませんが、すぐにめきめきと頭角を現します。中学3年生で出場した2008年7月の四国ジュニアゴルフ選手権で2位、続く11月の四国ジュニアゴルフ選手権新人戦で2位となります。ゴルフを始めてからまだ2年前後でこの成績、すごいと思いませんか。2009年、明徳義塾高校へ進学し、同年の6月、高校1年生で臨んだ高知県アマチュアゴルフ選手権で3位に入賞。翌年の2010年7月には、高校2年生で出場した四国ジュニアゴルフ選手権新人戦でついに優勝するなど、将来を嘱望されるほど実力を持った若手ゴルファーの一人でした。松山選手とは明徳義塾高校の時から、そして東北福祉大学までずっとゴルフ部の先輩後輩として苦楽を共にしてきた間柄です。2015年大学卒業後はプロ転向し、2016年からPGA の下部組織である中国のツアーチャイナでプレーしていました。そんな中、2017年10月にマレーシアクアラルンプールで行われた PGA ツアー CIMB クラシックで松山選手のキャディを務めます。海外で松山選手のキャディを務めるのはこれが初めてでした。松山英樹26歳、早藤翔太24歳の時です。その時の早藤さんのキャディぶりを松山選手は次のように語っています。キャディと選手というよりは、プレイヤーとプレイヤー、そういう目線でやったからうまくいったのかもしれないと、早くも松山選手に認められた存在になりました。それもそのはず、早藤さんはまだツアープロを目指していたわけですから。ここに1枚のスコアカードがあります。これは早藤さんのゴルフの腕前がどれほどなのかを証明するものです。2019年6月にアメリカカリフォルニア州にあるペプルビーチゴルフリンクスで松山選手とツーサムでラウンドした時のスコアカードです。ご覧のように、前半のアウトで松山選手が34の15パットに対し、早藤キャディは33の13パット、なんと早藤キャディが1打リードしているんです。すごいですね。ところが、松山選手はPGA ツアートッププレイヤーとしての意地を見せ、後半のインで底力を炸裂させます。インでは松山選手が30の13パットでトータル64、早藤キャディが37の15パットでトータル70、松山選手があっさりと逆転してしまいました。それにしても2人とも28パットって言葉になりません。早藤さんに転機が訪れたのは2019年のことです。
松山選手がプロデビューした2013年4月の刀剣ホームメイトカップから専属キャディを務めていた新藤大輔氏が2018年11月のダンロップフェニックストーナメントで契約を終了することになりました。時期は重なっていませんが、新藤キャディも明徳義塾中学、高校、東北福祉大学出身で松山選手の先輩にあたります。次のキャディは誰にするのか、そこで白羽の矢が立ったのが早藤翔太さんでした。ちょうど早藤さんが2019年のツアーチャイナのシード権を失ってしまったタイミングであったことも偶然ではないような気がします。大学在籍時代を含め、これまでも松山選手のキャディバッグを何度も担いだことがある早藤さんは、こうして2019年から正式に松山選手専属のキャディとなり、チーム松山の一員となったのです。2017年8月の PGA ツアーブリヂストン招待選手権を最後に、しばらく優勝から遠ざかっていたため、早藤キャディに注がれる厳しい視線もありましたが、彼にとっての初優勝が今回のマスターズだったということは、何か持っているのかもしれません。マスターズで優勝した経験は、きっとこれから重ねていくであろう勝利の糧としては最高のディナーだったと言えるのではないでしょうか。最後に早藤キャディと松山選手の間柄を表すワンシーンをご覧いただいて、この動画を締めさせていただきます。優勝セレモニースピーチの後、飯田ミステルトレーナー、目沢秀則コーチ、ボブターナー通訳が加わり、チーム松山の5人で記念写真を撮影しました。その後、マスターズの優勝トロフィーを松山選手と早藤キャディの2人で持つツーショット撮影があったのですが、松山選手がわざとトロフィーを落とそうとして早藤キャディを驚かせます。びっくりした早藤キャディの顔を見た松山選手がとても嬉しそうなんです。このシーンは実に微笑ましく、この2人の関係性を表していると感じました。これから勝利を重ねていくであろう2人の姿をこれからも応援していきたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。